まあ、バイバイと言って本当に終わるわけじゃないんですよ。だからその動画を長くしすぎるのは嫌だなって思って、うん、いや、なんで長くするのが嫌かっていうと、まあ、結果的に総データ変わらないんだけど、総数データっていうか全部のデータ変わらないんだけど、長く続けるとね、アップロードしづらくなるんで、それだけ。だから本当はね、5分くらいで全部小分けにしたいんだけど、5分だと5分でねってなるから。あ、臭っ。もうね、鼻の子が臭いんだよ。汁みたいなのが出てきて、油汁が臭えな、湯汁だよ。あとね、さっきコメント来たんだよ、口臭そうですねって。うん、口臭いんだよ俺は、残念ながら。ご名答って返しておくか。ご名答って返した後に、新しくアンチに対する、そのね、アンチだけのために作ったうんこしてたら正面も出たよ。すごい重いな。まあどうせお前も口臭いんだろうな。 TWICE、 あーもうダメだな。もうそんなやつに、 TWICE 好きなやつは人に口臭いって言うなよ。ごめんって書いてる。もう心の中で謝っちゃってる。心の中で謝ってるものが文字に出ちゃってる。ご名答って返した後に俺は作ったんですよ、コメントで。文句を言いたいなら上品かつ最高級で最上級な文句を言え。さもなくばお前が幸せそうにこの世を離れ、あの世に引っ越ししてる最中にその辺の野草と野花を添えてやるから覚悟しとけよっていうね。何が言いたいかっていうと、うん、しっかりと祝ってやるよっていうね。つけ、いや、そう、俺は病気の人ということでね、そういう設定できていく。で、ドナドナされた三浦、キム・ジョンウンと安藤夏を足して2で割った感じってね。で、怪物モンスター化け物怪獣超人獣人じゃねえかよっていうツッコミ入れておこう。じゃねえかよ、ほんと病気だよな。お、すごい、半角びっくりだからすごい密度がすごい、密度めちゃくちゃ濃いびっくりが出た。どうしようかな。おしっこ行ってこよう。おしっこ行ってくるから一回やめよう。バイバイ。みんなもう2分で終わるんだ。いやでも時間を無駄にしていることには変わりないから。